ああ、だけど、サウサンプトンのね、誰がトーマス捕まえに行くかを決めてないでくれたおかげで助かりましたね。来た！うわ、完璧！ジャカ！いや、今の坂のやつもおしゃれでしたね。そう、トーマスのところの守備決めてないのびっくりですね。普通にだって慣れてる4-4-2とかダブル、2トップが切れてないんだったらダブルボランチどっちか出なきゃいけないんだけどね、あの状況。奥、ジェズが作ってるから手前っていう。あそこに蹴れてるホワイトの能力すごいな。合わせたジャカはもちろんすごいんだけど、ちゃんとここに蹴れたのすごいね。ジャカがね、インサイドハーフから飛び出すこの役割ね、低い位置でビルドアップするよりもこっちがいいというか、これ慣れてきてよかったね。トーマスのとここんな諦めてるチーム別だし。だから、ハンセン・ヒュットルはね、思考がだいぶ薄いというか、ね、戦術イコール気持ち監督だからな。すごいね、こんなにトーマスのとこ開けてくれんの。どういう練習してんだ、これ。マジで、アーセナル対策全然してこなかったんじゃないかってぐらい開けてくれてんね。で、ね、先に点取ったから、攻め急ぎもなくなったし、アーセナル、めっちゃ点取れるかもね、この試合。ここまでトーマスとフリーだと逆に怖いって。いや、だって、でも、ツートップもつけられた時戻ったりもしないしさ、マジで、ハーセンヒットル解任されんじゃない？これ。これやる気なくなってるチームの兆候っすよ、これ。いや、にしてもマジで、あれだったな。あんまり僕、自分の配信で、審判どっち寄りだとか言わないですけど、かなりサウサンプトン寄りに見えましたよね。うわー、やられた！この一発あるなー。皆さん、後ろ確認しながらラインずれないようにしてたんだけどね。いや、今、走り込み方とパスめっちゃ良かったね。さあ、こっからどうすでしょう。普通にうまかったね、今ね。で、これね、本当だったらこの冨安のところ、内側に誰か戻ってきてなきゃいけないんだけど、普通にめっちゃうまいけどな、これ。相手褒めるしかなくない？これに関しては。で、ほんとこんなさ、ね、なんか監督の葛藤が見えないチームで選手が頑張ってて引き分けない。これサッカーのゲームバランスおもろさで、今ぐらいだね、冨安がしっかりミスったなって感じだったの。さあ、こういう試合に逆転というかね、勝ち越し点取れるかどうか重要ですね。今季のアーセナルだったらここからなんとか、あとは、ね、怖いの審判ぐらいだけどな。サウサンプトン勢いついてきてね、前からプレスかけれるなんて、アーセナルはちょっと今弱気になってるからね。ベンチもかなり審判にフラストレーション溜まってますね。すげえ押してくるな、サウサンプトン。お、全然取らないね。でもまだね、20分弱はありますからね。めちゃくちゃアルテタ怒ってますね。いや、これはちょっと楽しめる試合ですよ。いやー、ちょっと、普通に勝ってほしいな、この試合は。腹立つもんな、この感じで負けたらな。さあ、お、ファビオ・ビエラ来た。誰とかやんだろう。ウーデゴールか。疲れてきてる、見えたのかな。いやー、この状況、ピッチ残りたいだろうな。この状況で出されるファビオ・ビエラ、あれだけどな。相当信頼掴んでるんだろうけど、普通に考えたらウーデゴール最後まで残すよね。いやー、これで逆転とかされたら最悪だな。いやー、ファビオ・ビエラがうまくゲーム入れてない。ファビオ・ビエラはね、ワンタッチで捌こうよっていうところでね。いや、ファビオ・ビエラ、今んとこ全部ロストしてるからな。やっぱ残り10分でこの感じで入れられてきついはきついけど、ファビオ・ビエラのこの落ち着きならいけるかなと思ったけど、今んとこそうなってないです。うわー、トーマスが焦っちゃった。いやー、これなー、ギリギリで点取ってみんなで喜ぶとこ見てえなー。ねえ、楽勝系だと思ってたな、俺もアンカー抑えられないときは。ただ、いい感じにな、こう、サウサンプトンがこの審判の基準味方にしてっていうね。ああ、みんなボール持ちすぎになってるわ。ワンタッチでファビオ落としたいけど、さっきのミスとかが印象残ってたのかね。いやー、ファビオ入れてから流れ悪くなっちゃったな。ファビオが悪いってより、この状況でやっぱ厳しかったんだな。みんなヒーローになりたくなってね。メンタルとしてはいいですけどね。さあ、でも昨日のね、チェルシー、ユナイテッドも最後まで分かんなかったからね。あと4、5分あるわけだから、ここで焦んないのが大事。
縦パス入れて円形、いやー、ファイブバックに無理に縦パス入れたらそうなるんよ。いやー、アーセナルがアーセナルできなくなってる。いや、これやっちゃうよね。でもジェズスとかもボール受け入れないからなんか下がってきちゃってるし、全員がコンセプトを信じられなくなってる。うわー、わかるな、これ。痛いほど。こういう時ベテラン欲しいよな、そう。いや、でも、ウーデゴールあそこで下げた理由はちょっとわかんないからな。で、ファビオが、ね、入れたの絶対間違いって言えるほど悪い選手じゃないから、これは結果論ですよ。ファビオ入れてダメだったっていうのはね。だから、ダメとは言わないけど、現状は、ファビオを入れたのが失敗にはなってますよね、いろいろ。あとはチーム全体がこの、ブレちゃいけない時にブレかけてるっていう。あと、ミヤスが、左クロス、お折り返して、あはまだある冨安折り返し、あと4分。まだあるね。ちょっとハビオンにとっては苦い経験になっちゃうな。全員焦ってる。もうなんか失点仕掛けてるよ。いやこれ仕方ないというかね。いやこれもな、サッカーの面白さと捉えればそれまでなんだけど、こういう面白さは見たくない人が多いでしょうね。もうね、それぞれが工夫しようとして本来やらなきゃいけないことを忘れちゃってるのはありますもんね。いやー、終わったかー。いやー、サウサンプトンはまああのね、ゴールは素晴らしかったからあれだけど、いやー、これはグーナーの人たちはブチギレ案件でしょうね、この審判に。ねえ、アウェイサム、サウサンプトンっていうか、この出来のサウサンプトンには勝っておきたかったね。いやー、勝っておきたかったところですね。ちょっと雑談したいけど、ちょっと一瞬だけすいません。今ちょっともう言っときましたわ、もう FA に。ふざけんなってこう。審判の基準ブレブレじゃねえかっていうふうに言っときました。いやー、まあ、ビエーラにとってはね、これ、ビエーラもかわいそうな状況で、残り10分でこの過酷な試合で、しかも肉弾戦っていうさ、一番ファビオ・ビエーラ苦手な状況で、だからそんだけ、まあ、多分アルテタはアルテタが責任感じると思うよ。僕自分だったら超責任感じますもん、この状況でファビオ・ビエーラ入れて、一番ミスしやすい状況であれさせちゃったの。けど、ファビオ・ビエーラ自体は気にしないでほしいですけどね。ファビオ・ビエラのプレーは悪かったんだけど、この状況でいいプレーできる選手なんて、このね、プレミア1年目であの線の細さでなかなかなんないから。悟り吐くより生きちまおぜ女と彼両方揃えと手に入らないものこそ本物のありがたい咲いた花すらもなぎ払い進める僕にしか価値はない。学ばないのは人の差がだから催眠術から目を覚まさなきゃ死ぬ怖い持ちと浅はかさ知っても進める魚かなら狂ったモラル